うまそう。あちょっとブレた。やっぱ買ってほら今回食べたけんね、すごいすごい、お酒ここ洗ってきたけんが、あ、なるほど、もしかしたらこれお姉さんのところの、そうよ、あのそう養殖で養殖してるね、そうですそうです、ね、はい、世界で誰も黒アベの養殖ができんとよね、あ、そうなんですか、完全養殖でこのサイズって、すげえ、これ何年でここの、でかっ、3年、一番最初来た時はこのぐらい、3センチ、あ、なるほど、今日は美味しかったね、これはヒットですね、なんとも贅沢な、君はもっと保持しとかんでよかんね、もう十分、十分、うん、じゃあここか、いただきます、あ、持ってますよ、そういうもんです、近くてノンアルはもうなんだよ、あ、本当ですか、僕もノンアルしか飲まないんですよ、やっぱあったかいですね、あったかいですね、ちょっとは見ないそうですね、じゃあ行こっか、はい、お、これだ、お豆腐せから行こっか、こいつも向こうか、わかりました、玄米お豆腐せ、綺麗にしても丸々よ、こんな、ね、丸々ね、切れた、それはどうだ、そのまま乗せる、うん、もうエビ焼いてきた、いいか、行きますよ、もう豪快に行きますよ、あっという間に赤くなりそう、パリパリと食えるけんこ、生きとっぱい、まだ生きてますね、ちょっと塩したがるから、うん、今からご続けよ、先輩にやったね、めっちゃお腹空いてます、さあ、かきばむくばい、うん、お腹空いてねば、あう、あう、違うと詳しいじゃん、はい、じゃあ、これこういう仕方で食べたことないのよ、まずはね、はい、こんなして食べたことなかった、エビは、あ、もうほらもうあっという間に色変わってるもん、色変わる、いや、めっちゃうまそう、今日食べたばっかけど、食べたばっかけど、食べてきた、お食べてきた、ほんと海の上で、はい、はい、焼けよ、うん、もうこれ、これもうカリカリ、うん、カリカリ、いただきます、うん、うまいな、ゆっくり、ゆっくり、おいしい、うまかろう、うまかろう、さあ、おいしか、あのエビうまかったけん、いただいていいですか、はい、どうぞ、いただきます、あ、やっぱうまい、皮ごと、うん、皮ごと、全然皮ごといける、ケイコじゃなくて、私も皮ごと、おやじに柿は吹いてもらうけど、大丈夫、うん、エビもっと焼いていきますよ、うん、しゃもじの揚げ一番早かったけど、はい、しゃもじなかったけんが、もうすっごいと、ここはお散歩するもんね、道具物がね、うん、勝手に移動しちゃいかん、うわ、うん、うわ、クロアビ、クロアビだよ、いや、肉厚っすね、中身もね、うん、3年ってばこいで、3年でこんななるんだ、いや、すごいすごい、なんか贅沢やな、有明海三昧ですね、めっちゃ贅沢ですよね、おばさんにいただきますって言ってくった、おばさんいただきましためっちゃ美味しいですやっぱり、エビがおばさんいただきましたすげー、なんかゴリゴリしてる、すごい、すごい肉厚やな、それ今から焼くんですか、刺身、刺身、えー、うわーすごいね、これ4人で超贅沢よ、贅沢すぎる、超贅沢、お刺身じゃない、うわ、お父さんいただきます、これ梅津さんいただきます、うわほら肉厚のアワビ、うん、お刺身、これももうさっきまで生きてた、うわほら肉厚のアワビ、うん、お刺身、これももうさっきまで生きてたやつですね、うわめっちゃうまそう、ほらめっちゃ熱い、ほらうまそう、迷いよりどっちから食べるかってやつが、うわぁアワビ、うん、こいこい、うわぁうま、なんか思ってた感じと違う、違う、うん、
もっとブニョンブニョンして噛み切れんのかと思った。そう、ゴリゴリで噛み切るんですね。クリアもん。うわすごい、お父さん綺麗に剥いてある。ありがとうございます。お父さん食べさせてください。徳さんと一緒じゃないですか。あのお稲荷さんもさっきいただいてよかったですか。食べて、いっぱい食べて。すいません、ありがとうございます。ここでもお母さんが作ってくれたお稲荷さん、ありがとうございます。何でもいいね。うまっ。さてさて食おうかね。うまか。うめえ。反対それ。いただきます。やっぱうめえ。やっぱ落としてうまかね。うん、段違いやもん。段違い。柿の甘が。柿の甘がね。そうね、生でね。生でね。うん。全部取った。うん、ああ、柿の秋よ、柿の秋よ。いや、すごいタイミング。ドンピシャのタイミング、みんな秋始めだ。寒かったっすね。寒かった。寒かった。でも、耐えた甲斐のあったね。ネビはどこに手を振ったと？ん？投げ網。お稲荷さん取りました。あ、タブタブタブ。お稲荷食べたい。あ、美味しそうなお稲荷さん。これ絶対うまかばい。お稲荷さんめっちゃ久しぶり。しめこの生で食べたって久しぶりよ。うまかろさえ。何年ぶり。お疲れ。どうも。お疲れ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 。最高。エビが、エビがやばい。エビやばかね。エビやばい。あ、お母さん、お母さん最高っすエビ。うん。こだってやっぱりまた美味しかったね。うん、なんかね、お母さんがエビ美味しかったまだこんな。うん。でも、ね、これで、これで食べた時になんか違ったっすよ、いつもと。ちょっと待って、アブの刺身食っとらん。アワビここにあるよ。ほら。タブタブ。おっきいだけど。うわ。うわ。あ、うまそう。あ、ちょっと出た。あかうまい。頑張った甲斐になったね、これね。うめえ。おっさん、それな、生焼いたやつ焼いてます。あ、はい、いただきます。どうぞ。うまい。うまかね。最高。うん、おいしょくですね。あ、わびこれ、これね。コリコリっすね。これね、コリコリけど、歯切れのよかった。歯切れのよかったね。これは、こう、かくって取れる。これ、山食おうか、みんなで。頼むぞ。ね、残り。明日なんか残ったら。美味しか。美味しかね。なんやろうね。エビの。やっぱいつも食ってるエビの子、絶対こっちが美味しか、美味しか、美味しか。鮮度かな。鮮度。いつまだかき食いたかろう。いくらでも入る。いくらでも入る。この牡蠣はもういくらでも入るわ。これちょっとつまんでみないですか。アワビ。時間ね、ほら。マジでいいんすか。すごいよ。これ。みんな食べましょう一緒に。バター焼き。一緒に食べましょう。うん、それ。見つけ取って。はい。うわ、ほら。うわ、こうや。最高。はい。親父もこれも取って。母さんも取って。バター焼き、はいどうぞ。うわ、うん、こっちの方が美味しい。肉だ、うん、この方がいい。生と食感がなんか全く違う。違う、柔らこらしい。むしろ逆ですね、なんかね。柔らかくなる。この食べ物とね、うん、焼いたら柔らかくなる。そう、焼いたらうまくね。うまい。おお、最高やん。うめ、うめ、うまい。甘か、甘か。なんつうと、やっぱ塩辛の長さ全く、うん、有明海の本当に。ちょっと、はい、けいよいしょ。そうそう、うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。初めにやったエビ取りでのお父さん、おじいちゃん、それから息子さん、ありがとうございました。エビすごく美味しかった。ごちそうさまでした。あれね、すごい貴重な映像になってると思うんですけど、それも見てほしいんですけど、まあね、豊洲にも送られてる件が、まあ、全国あちこちに多分、うん、有明海産で出てるものの中の一つが大和さんのやつかもしれんけんが、ぜひ見られてる方買ってほしいな。
何も味付けせんで、ただカリって焼いてもしかしね、できればじっくり焼いてもしかかな、炭火で焼いたらもう最高、うん、遠火でね、最高だった。で、武社長のところの牡蠣、それとアワビ、最高だった。最高美味しかった、アワビ美味しかったけど、やっぱ牡蠣がね、牡蠣美味しい、生で食べたっていうのは久しぶり。そうだった、甘いですね、安心して食べた。結構あれ何前でもだね、みんな食べる、ね、焼いてもね、牡蠣の方も、落として他ね、ふわふわとかいろいろありましてね、それらの牡蠣、ネットの方で2月中旬ぐらいからって話だったけど、食べ合わせっていうかね、食べ比べセットっていうのが出るっていうふうな感じだったけどが、多分7、8年前ぐらいの動画から多分梅社長はずっと私一緒にね、牡蠣好きでお付き合いさせてもらってるけど、毎年のうちのチャンネルの高齢化のようにあそこには行かせてもらってます。今までお世話になったばっかりですけど、あの美味しい牡蠣ね、地元の牡蠣なんで、ぜひね全国に知ってほしいなっていう気持ちもあって、私はちょっとね釣りの話させてもらってます。釣り色だけど釣りじゃなかったりというどうしようもないですけど、まあ取ったり食べたり海の海産物ということでね、ご理解いただければと。で、概要欄の方にね、あの購入できるところ、海男のホームページ貼ってますので、ぜひ覗いてみてもらえればと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。60ぐらい持ってきて、今日はほとんど泳がせ中心、なんか来てるぞ。うわ、ご視聴ありがとうございました。次の動画はこちらから、チャンネル登録もよろしくお願いします。大丈夫ですか？